サイリウム綺麗だったよ。ありがとう。みんな本当にありがとう。誰か来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ってことで、その終わりましたけど。まとめ、みゆちゃんまとめ。今日のために頑張って練習したんですけど、あまりにも緊張しちゃって、もうね疲れた。本当にね、本当にね、慣れないことしちゃいけんな。頑張るわ。ね、みんな、ありがとうございます。ああ、いいよ。え、なんか衣装のこととかなんか話せばいいんだけど。あ、そうですね。あのね、せっかく二人でいたんだから、いろいろ話せたら自分のこと。なんでうちら待ってたの？ね、この衣装、ごめんなさい。この衣装は、ちょっと、はい、可愛いですよね。私も好きなんですよ、この衣装。作ったの？うん、違う、これは、STU48 さんの、衣装なんですけど、今日、コスプレみたいな。以上ごめんなさい、そうなんですよ、はい、はい、可愛いんだよね、みんなシャンシャン、パシパシャで撮ってください。これあれでしょ、君の好きなアイドルさんの衣装を似せたんでしょ。そうなんですよ、さっき、ありがとう、さっきね、ソロディした君に胸キュンさんっていうアイドルグループがいて、それがちょっとなんか似てるなと思ったから買った理由。へえ、そうなんだ。そうなんだ、そうなんだ。もっと興味持ってよ。何？うん、でもそうじゃん、見た時すごいねって言ってたじゃん。そう、最初そのつもりじゃなかったんだけど、なんかよくよく見たらめっちゃ似てると思って。なんか君キュンさんはこれピンクなんですけど、全体が私水色ってことで、久しぶりの水色着れました。推しも水色なんですよ。はーい、はーい、はーい、出ました。ありがとうございます。こんなグダグダの MC ごめんなさい。え、もうないの？あ、あ、ないな、もうないの、おしまい。ありがとうございます。じゃあ、うちらの話始めましょう。アメちゃんはなんであの曲を選んだんですか？あの曲、うん、なんか理由あったりするから。私、歌い手さんが好きなんですよ。そうだね、うん、そうで、まあ、あんまり あれカバー曲なんですけど、浦島坂田線ってわかります？あ、わかんないですよね。私、一番好きなのはまふまふさんっていう方なんですけど、うん、まあ、その人と、まあ、結構深く関わりがある人なんですよ。私は知ってるから全然、うん、と思ったけど。そうで、あの曲聴いた時、わー、いい曲だなと思って、ただ単に歌っただけ。ただ単にね、うん、でもめっちゃ盛り上がってくれてなかったですか？そう、なんかみんな優しいから、本当はああいうね、すごいコール入れてくれてたから、ああいうなんていうかね、盛り上がれる曲なのかっていう曲でも盛り上がってくれたから。本当に、ね、ありがとう、みんな盛り上げてくれて嬉しい。私、ありがとう、よかった、ありがとう、拍手、ありがとう。あ、私はだ、でも言いましたよ、でも言いましたよね、ハロプロが好きで。あれ聞いてなかったから、じゃあ話しますね。キちゃんはね、ハロプロが好きなんですよ。で、ハロプロの中で一番アンジュルムさんが好きで、そう、スマイレージの、改名したんで、アンジュルムっていう、まあ、そのアンジュルムの推しがいるんですよ。で、アンジュルムの曲で一番好きなのって何かなって思った時に、私、タチアガールと、知ってます？知ってる方知ってますかね？タチアガールと私、ヤッタルちゃんと、有頂天ラブがすごい好きで、ピース。そう、好きだから、ファンの人が知ってて盛り上がれる曲ってなんだろうって思った時に、有頂天ラバーはきっと他の何、名古屋とかでライブやってる方とかでも結構歌ってくださる方が多いので、きっと知ってるかなと思って今日歌わせていただきました。ありがとうございます、盛り上がってくださって。そろそろミオティンはいいかしら。そう、着替えがね、あれね、ちょっと難しいのよ、うん、で、裏話があって1個ちょっと聞いてほしいことがあっていいですか。みおちゃん、さっきなんか水色の衣装にここら辺になんかつけてたの知ってます？あれ、私が見た時に最初
なんかミオちゃんの衣装どんな感じ見せてって見せてくれたんですよ、あれを。うちら知らなくて雨なんならあれスカートだと思って、ね、最初あのここについてるやつがスカートだと思ってえ、これこんな細いのみたいな。で、私頭にあるやつだと思ってて、頭にやったらすごい変な感じだった、ね、そう、雨だからスカートだと思って頭こうね、かぶせたから夢の国に行った気分になったっていう。アメちゃん大好きの夢の国の行き体験みたいな感じですね。そうそう、あのお風呂で使ってるあのね、あの水つかないようにするみたいな、見せてあげたかったねあれみたいな感じになった。そうっていう本当になんかよくわからない衣装でしたね。そう、でも可愛い。でもめっちゃ似合ってたよ、うん、だってあれじゃないですか。ありがとうございます。あのもっと水色でしょ、あなた。なんでそんな小声水色担当だったんですよ。でも今はさ、めっちゃ普通にピンク似合ってるよね。そうなのね。そうだね、うん、そうだね。ありがとう、いいと思う。みんな大好き、みんな大好き。はい、次の曲いこうかな、はい、じゃあ次の曲いこうか、ね、よし。ひーちゃんの、ひーちゃんのやつ、これめっちゃ可愛いよね。可愛い。ひなさんのやつずっと残ってるけどめっちゃ可愛くない？でもさ、本当にあの悲しいことになんか気づいたらね、こういうごっついパンダがいたんですよこれ誰がやったの本当に。そう、あの事務所来た時にちょっと練習しようかってこっち来たんですよ、みんなで。これいてちょっと怖くないですか？ちょっとホラー感なくない？歩くない？これこの 手がすごい短くてさ、頭でかくてさ、頭でかすぎやん、ね、めっちゃ怖くない？これこれ見た瞬間ちょっとホラーだったもんね、うちら、うん、ちょっと怖かったね。怖かったね、うん、大丈夫。ミオティンはどこに行ったのかな。ミオティンは大丈夫、夢の国に行ってるかもしれない。いや、いいよ、夢の国。めっちゃ、ああ、いいよ。大丈夫ですか？ OK ってことでね、この後も闇パンワールドで包んでいきましょう。コロナをね、撃退してなったから今日。そうだよ、コロナ、みんなね、マスクマスクもちゃんとしてね。ありがとう、ね、あのウェットティッシュみたいにちゃんとつけました、みんな持ちましたT がきっと用意してくれたのでちゃんとウェットティッシュもちゃんとこうやってやってね、あの物販にぜひお越しください。気をつけてみんな、コロナ、うん、コロナ撃退しなきゃ、うん、頑張ろう。ってことで次の曲いきましょう。